どうも、アラモンです。おーっす。おーっす。おーっす。はい。本日はですね、埼玉県の西湖というところに来ています。自宅から30分ぐらいのところですかね、に、遊びに来ています。で、本日の動画なんですけれども、トレーニング時間についてを少しお話ししたいなと思っております。で、何をお話しするかというと、トレーニング時間の長さで人それぞれ違うじゃないですか。まあ、30分で切り上げる方もいれば、まあ、2時間とかね、3時間ぐらい、やられる方もいらっしゃると思うんですけれども、結論から言いますと、人によって違うです。なんやねんって話ですけれども、人によって違うっていうのは、人によって生まれ持っての筋繊維っていうのが違うわけですね。で、例えば皆さんに分かりやすく説明すると、まあ、筋肉っていうのは、一つが側筋繊維で中間繊維で遅筋繊維っていうのが3つですね、3種類あるんですけれども、指太っ指太っあるんですけど、あ、ここですね、僕ずっと空手やってて、もう伸びないんですよ、指が。もう空手の癖でもう伸びなくなっちゃって、あんまり気にしないでください。はい。で、まあ3種類のね、筋繊維がありますけども、その持っている筋繊維によって、トレーニング時間が変わってくると思っています。で、変えた方がいいと思っています。で、私は側筋繊維型なので、トレーニング時間はできる限り1時間で収めています。で、遅筋繊維が多い方は、まあ1時間半とか、まあ長くても2時間、3時間ぐらいやっても私はいいんじゃないのかなと思っています。で、中間繊維型に関しては1時間半ぐらいで収めた方がいいとは思っております。で、ここで一つね、疑問に思うのが、自分は側筋繊維だとか遅筋繊維だとかわからないと思うんですよ。で、一番わかりやすいのが、まあそうですね、小学生の時または中学生の時に、短距離が得意だったかまたは長距離が得意だったかで、筋繊維を判断していいと思っています。で、こう見えてアナモンはですね、小中と足がめちゃくちゃ速くてですね、小学生ではもちろん、一番早かったですし、小学校6年生の時ですよ、学校で一番早かったですし、中学は陸上部に入ってですね、全学年の中でも一番、短距離早かったので、アナモンは完全側筋繊維です。なので側筋繊維なので、私はトレーニング時間は1時間で収めています。なので私は側筋繊維型ですね、完全に。ただ例えば小学校の時とか中学校の時に、長距離が得意な人、マラソン大会でこうね、良い成績を収めてる学校とかね、まあいろいろ大会があると思うんですけども、まあそういうのでタイムが速かったりした人は遅筋繊維が多いので、まあ2時間とか3時間のトレーニング時間を確保してもいいとは思っています。で、中間繊維っていうのは、まあ側筋と遅筋がありますけども、ここの間になってきますので、まあ短距離もそこまで遅くはない、長距離もそこまで遅くはない、そういう方は中間に入ってきますね。はい。ここで、皆さんの筋繊維っていうのを判断して、トレーニング時間っていうのを
変えていただければいいかなと思っています。で、私が側近繊維なのに、トレーニング時間を2時間3時間やったらもう持たないですね。もう完全に持たないです。持たないっていうのは集中力がまずなくなりますし、例えば今日足のトレーニングしますって言った時に、じゃあ8種目9種目やるって言った時に、もう3、4種目ぐらいからもうただやってるだけ、重いのも上がらないし、集中力もなくなりますし、やる気もないですし、なのでただやってるだけだったらね、意味がなくなってきますので、そういう考え方でトレーニング時間っていうのを分けてほしいなぁとは思っています。結構こうにね、トレーニング時間って結構こうに賛否両論あるじゃないですか。僕は別に短い人もいれば長い人もいると思っているので、僕は全然いいと思っていますし、近年で言うと、ステロイドやってる人は時間を短くして、ナチュラルな人は時間を長くって言ってますけども、まあそうじゃなくて、まあそれもね、もちろんありますけれども、自分が持ってる筋繊維の特徴を把握してトレーニング時間を考えた方がいいと思ってます。はい。なのでもちろんこれはね、人によって様々なので、長い人もいれば短い人もいるよってことになりますね。はい。アナモンは本当に早い時はもう45分とか40分ぐらいで終わっちゃうので、はい、そうじゃないと集中力は持たないかな、アナモンは。どうしてもビッグスリー、例えばベンチプレス、スクワット、デッドリフトっていう時はちょっ と、1時間超えちゃいますけれども、どうしてもインターバルが長かったので、私の場合は。ただ肩とか腕とかの場合は本当にもう40分ぐらいですかね、バババッとやっちゃいますので、まあそんな感じでトレーニング時間っていうのはご自身で筋繊維を把握してトレーニングしていただければなとは思っています。なのでトレーニング時間はね、何分がいいとか何時間がいいっていうのは、それは違うと思いますね。人によって違うです。はい。いやー、気持ちいいですね。外は気持ちばもうね、仕事が激務なんですよね。なんかトレーニングしてね、まあボディービルとかフィジークとかクラシックフィジークの方にね、プロを目指すっていう人はね、まあトレーニングがメインで、まあそれに付随して働くみたいな感じになってると思いますけど、アナモンは第一に仕事なので、仕事して終わってトレーニング、またはトレーニングして仕事行く、まあ、仕事が一番なので、まあ、当たり前なんですけれどもね。だからそれが時間ね、トレーニング時間確保するのもなかなかね大変なところはありますけれども、みんな一緒なんでね、それは。まあそれにプラスして YouTube も撮っていますので、まあ皆様にね、有益な情報をお届けできればなぁとは思っているので、まあ、今後とも皆様のためになるトレーニングのお話ができればなぁとは思っております。
はい。結構ね、ここね、みんなここにテント張ったりとか、レジャーシートを敷いて、結構ね、まったらしてる方が多いですね。まあコロナなんで、どこにも行けないっていうのもあるかもしれないですけれども、とても癒されますね。はい。まあね、仕事休みな日はね、こうやって、癒されますね。もちろんその後トレーニングは行くんですけれども。はい。やばい。はい。やばい、やばい、やばい。人がいる。はい。っていうところですね。はい。皆さんもお忙しいとは思いますけれども、ぜひね、YouTube を見ていただいて、楽しんでいただければなぁとは思います。はい。では、本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。